はい、8チャンネル今回もですね、フリーペーパーの方を紹介していこうというふうに思っています。大阪の方はね、本当にまあ JR 西日本って言った方がいいのかな、なんかあの大雪のおかげでいろんな意味でタイヤがあって混乱していて、僕もなんかね閉じ込められたとかいろんなことあったんですけど、まあそんなことはさておきフリーペーパーを紹介しておこうと思います。1冊目はですね、やっぱこの寒い中だと思うのが芦別暮らしを紹介しようと思っています。これはですね、あの地域保守協力もやれている、イラストレーターの方が芦別市、北海道芦別市に出されているフリーペーパーで、基本的にこの地域ってものを取り上げるフリーペーパーっていうのは、なんかその写真とかあのインタビューっていうのがあると思うんですけど、なんか彼女が見ている世界っていうものを、日常っていうものをイラストで紹介していて、まあこれは本当になんか、世界観がすごくあるなと思っています。ちょうど、最近の数日前の、北海道新聞にもこの芦別暮らしさんに取り上げられたりもしているので、興味がある方はぜひっていうところがあったりとかしています。いやね、ちなみに僕はどうでもいいんですけど、どうでもいい、個人的な話ですけど、あの来月北海道に行くんですけど、なんとかなるかなと思いながらこの寒さの方を思っています。画像が寒いよってことですね。で、2冊目はですね、短歌プラス写真のフリーペーパー、うたらばっていうのを紹介しようというふうに思っています。本当この短歌ブームは来てるんじゃないかなって話をしていて、大阪でも、羽根文庫さんっていうね、中崎町にあるこの近くにあるあのお店に最近あのご挨拶に行った時に、いや今短歌来てますよって話があったんですけど、うたらばさんは本当にね、あの長く続けていて支持が多いんじゃないかなというふうに思っています。まあ、公募であの短歌を募集していたりとかしてるんですけど、やっぱデザインセンスがいいですよね。この言葉のシンプルさと、あと写真のこの組み合わせっていうのがすごくあって、まあ、今回モデルさんもなんか魅力的な方が、いや、あの、思っていて、なんかこう僕は結構居酒屋飲んでるんで、なんかこのね、あの、女の子さんとか、すごいなんか、消毒と言い訳すれば心地よい健康診断前夜のビールっていう、なんかね、この女性が映ってますけど、僕があの2月に人間ドックなので、まさにあの人間ドック前夜ってみんななんかこう、いろいろ思うじゃないですか、という時に、この短歌いいなと思ったりとかしました。そんな個人的なことを言いながら2冊目はうたらばです。で、3つ目はですね、結構久しぶりかもしれません。西宮市、兵庫県西宮市の文化財団が出しているアミティタイプを紹介しようというふうに思っています。で、これは表紙からわかるように、わかりますよね。あの、不思議な国のアリスをモチーフにしているんですけども、どうやら、西宮市のその、会館で、不思議なアリスをテーマにしたオペラが行われているらしいです。まあ、そのところで、オペラって知ってるみたいな話があったので、ね、オペラの豆知識っていうのを今回特集してるんですけど、まあそうですね。日本の中では鏡、鶴の恩返しが非常に人気で、日本語で、ヨーロッパで表現されているとか、オペラっていうケーキがあるとか、まあアマゾンの奥地に世界屈指のオペラ劇場があるとか、まあ僕正直全然知らないので、いやなんか、不思議の国のアリスは僕は結構好きで、あの、自分映画の、あの、脚本にしたりとかしてるんですけど、いや、なんか、あの、こういう広がるのがあるんで、アミティタイム面白いかなと、詳しくした。です。僕の中の最後の4冊目は、グンと上がる瞬間あたりに、モコさんを紹介しようと思ってます。で、これは、関西圏の、特に京都を中心なのかな、大学生を中心に学生団体のことが出てくるペーパーなんですけど、そうですね、今回、クセっていう形で、紹介している癖ですね。特集してるんですけど。まあ、そうですね。いろんな癖ってみんなあると思うんですよ。僕だとなんだろうな。まあ、なんか、パッと今出てこないんですけど、まあ、寝癖であったりとか、朝のルーティーンっていうね、五郎丸じゃないですね、っていうあったりとか、鴨川デルタであんた何してるんですかとかあるんですけど、そうですね。癖っていうのは、本当にルーティーンとしては、日常に一番近いので大事にするべきかなと、結構気づきがある内容だったのかなと思います。あと、僕は京都に住んでるんですけど、まあ、京都のね、学生団体さんの、バー、なんだろう、これは。カタリスでいいんですかね。ちょっと今、ダスク言えましたけど、なんか、京大生と同志社の、介護されたバーとか、ちょっと行ってみたいなと思ったとか、まあ、フードロスの解決を地産外消をテーマに食べているカレー屋さんとかね、カレー活動とか、なんか、あの、住んでる、京都に住んでいても、まあ、女性の大学生と出会うことはあまりないので、だからそういったことを知るきっかけでもなってるのかなと、こういうスナップ写真もそうですね、って思ったりとかしています。まあ、そんな感じで今日はですね、モコさんね、とか、アメニティタイムさん、
そして、ララバーさん。で、足別暮らしっていう形でね、今ちょっと後半、残像が見えたかもしれませんけど、そんな4冊を紹介しています。なんかね、寒い中で、もう寒い雪が減ることがあるってことがあったんですけど、まあ皆さん、もしよければ、大高本店もそうなんですけど、いろんなところに持っていってるので、ぜひよろしくお願いします。まあ、その場であと4冊は、清水さんの方が紹介していると思うので、清水さんよろしくお願いいたします。こんばんは、金曜日に、ハッチで、金曜日に、ハッチで、店番やってます、清水です。よろしくお願いします。今日は私の方は、やっぱり4部紹介します。まず1枚目、1冊目が、屋上とお空です。めっちゃ綺麗なんですよね。屋上の絵のいいペーパー小さく畳めるのが大きく広がるようになっていて、ほら夕方のめっちゃ綺麗な、風景が一枚の写真になっているわけですね。で、裏側の方が屋上のエッセイだとか屋上写真家の方が、作られているフリーペーパーだそうなんですけど、その方のいろいろおすすめのものとかモデルさんのご紹介でしょうか、コラムなんかも屋上読み物なんていうのもあったりとかして、すごい開放感がある、はい、フリーペーパーです。自分があんまり高いところがすごい苦手なので、非常に綺麗な写真が綺麗に見えるフリーペーパーっていいなって思って見てました。夕暮れのとか青空とかいろんなのが見えてすごい素敵です。次が2冊目が、柏カレー塚です。千葉県の柏市のフリーペーパー、柏市でフリーペーパー、カレーが大好き、カレーを柏市でたくさん食べてらっしゃる方が作ってるフリーペーパーみたいです。柏市というのはすごいカレーの激戦区らしいんですね。で中を開いてみますと、何件か、5件ぐらいご紹介されてるんですけど、この6ナンバー6では、はい、柏市のいろんなところのカレー屋さんの、一皿があるわけなんですね。牛すじカレー、ハンバーグカレー、インドカレー、欧風カレーみたいな感じでいろいろ、はい、紹介してまして、で最後の方ではカレーラーメンの、紹介とか もう食べたくなるに決まってるって感じの紹介してるんですけど、大阪とかに住んでて、千葉県に行くことはまあ多分ないと思うんだけれども、まあ一緒にあと1回ぐらいあるかもしれないけど、こういう、ね、いつか行ってみるんだという思いでカレーラーメンの、写真とかを見るのも楽しいなとかって思いながらこれ選んでみました。いつか行きたいです。トマティーナプラスカレー粉の、麺屋何さんでしょう、人工さんというのかな、ラーメンすごい美味しそうで食べてみたいなと思いながら、はい、これです。私はカレー図鑑でした。で次が、旅と靴下っていうフリーペーパーです。これもねすごいやっぱり綺麗なフリーペーパーなんですけど、靴下作家の方が、旅をされている、ご自分が旅をされている様子を、フリーペーパーにまとめてらっしゃって、でこの方は、羨ましいことに宮古島に行かれたそうなんですね。これ多分作者の方の足と作品である靴下、そして宮古島のすっごい綺麗な海ですよね。で思った、私の顔よりもフリーペーパーを見て、すごい美しい宮古島のね、青い海、そんで空
って食べて美味しかったものとか、必ず旅先で飲む牛乳だとか乗った自転車とか、そういうのがあの手書きの文字と一緒に紹介されててですね、これはこれですごい素敵なフリーペーパーですよね。本当に行きたくなるというか、もうこのペーパー読むだけでいいかなって思っちゃうぐらい綺麗な感じで。で、4コマ漫画とかもあって、ほっこりと楽しめるフリーペーパーです。で、旅に履いてった靴下とかもね、いい感じですよね。風景と靴下っていうのがね、いいですよね。またいつか会ってみたいなと思います。素敵な靴下履いてくるんだろうなと思って思いながら。はい、すごいね。最後にですね、私の一押しの山屋の箸袋です。これね、全部手書きで、字が書かれている、フリーペーパーで、ご夫婦でされてるんですよね。山本さん、夫と妻でされてるみたいなんですけど、全部手書きでいろんな日常的なことですとか、いつも書かれてるんですけど、今回、夫婦で記憶の似顔絵対決っていう、なんかすごい面白いのをやってて、見えますかね、これ。韓国の、アイドル、アーティストの、BTS の7人を、7人の顔を夫婦で、何も見ずに描いてみて、しかもそれを15人の人に、夫婦のどちらのイラストが似ているかというのを、投票させるっていうすごい企画なんですよね。で、私、BTS は音楽はまあ聞いたこととかあるけど、この方が、ジンさんでとか、この方がジョンクさんですねとか、そういうのが全然わからないんで、勝手にどっちが似てるかとかそういうのがわからないんだけれども、どうですか。で、奥さんの方が票を獲得してるみたいなんですね。14票、ジンさんの、イラスト14、奥さんは14票獲得して、夫は、1票しか獲得してないとかね、これを7人分やってるんですけど、これどうなんかな、もうめっちゃファンの人とかにしたらショックな絵なのかもしれないし、なんか、わははと笑って済むような話なのかな。ね、いや、もうこの、ね、絵はぜひ見てください。タッチで手に取って見てもらいたいものだ。手書きで一字一字全部書かれているんだけれども、多分魅力的な字だと思います。読みやすいし。うん、で、こうね、こういう、野球漫画とかの連載もされてるんですよ。で、野球漫画とか全然興味ないんだけど、なんか読んじゃう感じなんですよ。甲子園とか。これまた変な野球団っていう漫画をね、連載されてまして、これも私は密かに楽しみにしております。はい。本当に、一生読みたいぐらい好きな山屋の箸袋の紹介でした。はい、そう。今日、紹介したのが、屋上と空。昔はカレー図鑑。それから、あれ。虫じゃないんですけど、ごめんなさい。旅と靴下。あと、山屋の箸袋です。はい。ちょっと残り少ないのもあるんですけど、だいたい今日、紹介した8冊は、タッチにまだまだありますので、ぜひ、実際に、お店に来て、手に取って見ていただきたいものだと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。失礼します。